奈良マラソン2011車で試走をしております。今天理大学グラウンド前のフェンスのところで止まってます。これは今帰り道です。帰り道ですけども、これまた入れませんので迂回をしますね。はい、基本的にこの迂回路も行く時と同じ道を行きます。まあ、自転車でね、試走に来られる方、コース確認に来られる方っていうのもたくさんあったと思います。今回もねきっとそういう方あると思います。自転車でも実際のマラソンでもあのフェンスの中は入れませんのでね、ここを走ります。これ今青い車左から来ましたけども、実際のコースはあそこから出てきたということになりますので、試走される方はそのまま左へ曲がってこのコースへ来るっていうのが一番自然だと思います。そしてこれですね、ここで右へ曲がっておきますね。はい、これ先ほどの行きの時と同じところへまたもう一回入っておきました。まあ、一応ね、同じになりますけども、コース残しておきますね。これ左側が駐車場です。はい、このままずっと進みまして、そしてここですね。はい、このダムですね、白川ダムというのがあります。はい、これです。このダム沿い、ダムのこの湖沿いを走っていってください。これくるっと行ったらあの向こうに建物が見えてますけども、あっちまで抜けれます。はい、車はねここ通れませんので、車の迂回路へ回ります。マラソンとしての迂回路はこの中を入ってください。ここの駐車場に車を止めて試走されるっていうのは結構いいですから、おすすめしておきます。ただ日曜日とかはね、釣り客の方も結構いらっしゃるので、車が絶対止めれるとは言い切れません。お休みの日に来られる方はちょっと気をつけてください。平日だとねまず大丈夫だと思いますよ。奈良マラソン2011、コースを車で走っておりますけども、現在迂回路を走っております。これも完璧なる迂回です。右へ曲がりますね。よいしょ。はい、これもねさっきの行きのコースの時にご紹介をした映像コースと全く同じになりますけども、白川ダムのこれ反対側のところです。まあ、一応撮っておきますね。はい、こんな感じです。はい、分かりましたでしょうかね。ここから車が入れませんのでこんな感じです。はい、まあまあここはね日頃ちょっと遊びに来るのもいいかもしれませんよ。ロケーションがいいですからね。まあ釣り客が結構多いので、日曜日はねやっぱ子供連れで散歩されてる方も結構いらっしゃいますわ。はい、同じことになりましたけども、はい、奈良マラソン2011のコースの迂回路です。実際に走りに来てもこんな感じです。そしてこれを右へ曲がってください。
よいしょ。これはね、コースから外れてます。迂回路ですよ。しかしこの天理大学の中をね、撮影ができたら本当はいいんですけども、まあやっぱり私有地ですからね、なかなかそうはいきません。まあ、未知の世界が少しあるっていうのもちょっと楽しみでもあるかもしれません。去年走った方はね、どんなところだったかっていうのはご存知だとは思いますけども、今回初めてっていう方は、まあ、未知の部分をちょっと残しながら楽しみに持っておいてください。はい、ということで今やってきました、ここをちょっと右へ曲がってきますね、よいしょ。はい、ここです。これが天理大学グラウンドの反対側のフェンスです。行きの時もここ撮影しました。同じところです。ここで、迂回路終了になります。奈良マラソン2011大和路からエールを車で試走しております。